アリクサ、今日の天気は？はい、東京都の今日の天気は曇り時々晴れです。今日はあなたの運命の相手が自宅に訪れます。告白のチャンスです。レイナの部屋。光一先輩、お誕生日おめでとうございます。これ私からのプレゼントです。え、わざわざ俺にもらっちゃっていいの？いつもお世話になってるお礼です。そうか、ありがとう。俺の名前は村中光一。ここだけの話、実は女性と付き合った経験はない。だがそんな俺にもついにチャンス到来か。この子は後輩社員の如月イブちゃん。誕生日に女の子からプレゼントをもらうなんて初めてで、正直戸惑ってしまった。でも後輩としての義理のプレゼントでも、嬉しいものは嬉しい。小一、それなんだ？こいつは同期の炎上寺雄太郎。俺とは違って女性経験が多い。イブちゃんに誕生日プレゼントもらっちゃった。え、突然？うん、いつもお世話になってるお礼だってさ。ふん、何が入ってるんだ？なんだこれ、 AI スピーカー？へえ、珍しいも送ってくんじゃん。珍しいのか。女性にもらった初めてのプレゼント、中身は察して気にも留めなかった。その日家に帰った俺は早速その AI スピーカーを使ってみた。アリクサ、明日の天気は？はい、東京都の明日の天気は晴れです。運命の相手は赤いワンピースを着ています。あれ、明日の運勢は聞いてないんだけど、最近のものはこんな機能までついてんのか。明日は会社も休みで特に予定もないし、晴れなら日比野公園にでも行ってみようかな。翌日、俺が公園の中を歩いていると、前の方から赤いワンピースを着た女性が歩いてきた。まさかあれは光一先輩。あれ、イブちゃん？こんなところでお会いするなんてすごい偶然ですね。よかったら一緒に歩きませんか？いいよ。こうして俺らはたわいもない話に花を咲かせた。また別の日には、アリクサ、今日の天気は？はい、東京都の今日の天気は曇り時々晴れです。今日はあなたの運命の相手が自宅に訪れます。告白のチャンスです。え、自宅に来るって？いやいや、さすがにこんな当たるはずないよな。あれ、誰だろう。はい、今開けます。こんにちは、光一先輩。イブちゃん、どうしたの？クッキーを焼いたので持ってきました。先輩、確か甘いものがお好きですよね。ああ、うん、ありがとう。あれ、俺甘いもの好きだなんてイブちゃんに言ったかな。それに、なんで俺の家の場所を知ってるんだ？光一先輩、クッキーの味はお口に合いますか？うん、すごく美味しいよ。料理上手で優しくて可愛いなんて、こんなことを付き合えたら幸せだよな。そういえば AI スピーカーが運命の相手だって言ってたっけ？告白するチャンスとか。イブちゃんってそのお付き合いしている人とかいるの？え、先輩、急にどうしたんですか？いないですよ。じゃあさ、その俺と付き合わない？え、光一先輩、私なんかでいいんですか？もちろんだよ。いや、イブちゃんがいいんだ。嬉しいです。お願いします。こうして俺とイブは付き合うことになった。イブは俺の好みを驚くほど知り尽くしていた。俺が言ってもいないことまでわかるみたいで、 AI スピーカーの言う通り、本当にこの人が運命の相手なんじゃないかと思えた。そんなある日のことだ。ねえねえ光一、今度久しぶりに同期で飲みに行かない？ああ、いいよ。いつにしようか。あの子は誰？リサのことか？ただの同期だよ。同期だからって私の光一にベタベタしないでよ。光一に触れていいのは私だけよ。光一は私だけのものだもの。誰にも渡さないんだから。ところで光一くんの隣の女性は？
その同期ではないわよね。うちの会社の後輩の。そう彼女は。その実は俺の彼女なんだ。やだ、こんな可愛い子が。同期の中で一番結婚が早いのは光一くんかもね。そんな結婚だなんて。だから許可なく触るだなんて。もう飲み会は行かせられないな。そして次の日、アリクサ、今日の天気は？はい、東京都の今日の天気は曇りのち晴れです。今日から邪魔者はいなくなるでしょう。邪魔者？何のことだ？おい小一、聞いたか？何かあった？さっきリサが出社途中階段から落ちて大怪我して病院に運ばれたらしいぞ。マジか。何でも噂によると誰かに突き落とされたらしいぜ。物騒だな。イブにも気をつけるように言っておかないと。小一、ちょっと話があるんだけど、今日仕事終わったらお前んち行っていいか？別にいいけど。突然どうした？ちょっとな。もしかしたらイブがリサを階段から突き落としたんじゃないか？まさか。俺昔ああいう感じの女と付き合ってたことあって。なんて言うんだっけ？そうヤンデレだよ。ヤンデレ？例えば家がバレてたとか、彼女に打ち明けてもないことを知っていたとか、そういう不自然なことはなかったか？そういえば。道理で変だと思ったぜ。これ怪しいな。ちょっと貸してみろ。そう言って雄太郎は AI スピーカーを分解し始めた。あった、これ盗聴器だぞ。あと GPS 機能もついてるな。多分イブはお前のことを盗聴して、質問されたら AI のふりをして自分に都合のいい答えを喋ってたんだ。そんな、俺今までずっと盗聴されてたのかよ。俺はその場にイブを呼び出した。だって光一の声をいつでも聞いていたかったし、光一のことを全部知りたかったから。彼女の激しすぎる愛情に怖くなって俺は別れを切り出した。イブと別れてから数ヶ月が経過したある日、会社の忘年会でビンゴゲームが開催された。さあ次の番号は28です。俺ビンゴだ。小一くんビンゴ？他にはいませんか？じゃあ一等賞は小一くんに決まりです。やった。一等賞の商品は AI スピーカーです。おめでとうございます小一先輩。みんな見てるんだからここは受け取らないとね。小一先輩。ありがとう。お帰りなさいご主人様。いや小一、おめでとう。ご主人様だってさ。俺は思わず雄太郎の方を見た。雄太郎も深刻な表情で俺を見ていた。こうして俺は再び AI スピーカーを手にすることになったのだった。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。